今度は私の出番。愛南町の牡蠣養殖について説明します。宇和海特有のリアス式海岸、その深く入り組んだ未生湾では古くから牡蠣の養殖が盛んに行われています。その愛南牡蠣ブランドの牡蠣は貝殻いっぱいの大きな身とクリーミーで濃厚な美味しさが人気です。その秘密は未生湾に注ぐ5つの川、これらの川から山の栄養分が湾に流れ込むため牡蠣の餌となるプランクトンがいっぱいなんです。だから他の漁場に比べて短い期間で太りプルプルの美味しい牡蠣が育つんです。まさに愛南町の山と海が生み出した自然の恵みといえます。牡蠣の養殖は入荷した貝の選別から始まります。選別された貝はカゴに入れられ栄養たっぷりの海ですくすくと育ちます。そしてわずか3ヶ月後こんなに立派に育ちました。森の栄養と生産者さんの愛情がいっぱい詰まったこだわりの愛南牡蠣、いよいよ出荷です。すごい、どんどん牡蠣の身が剥かれていく。この手早さは本当プロの技だね。その通りです。牡蠣の出荷は殻を開いて身だけを取り出しきれいに水洗い、その後真水と一緒にパッケージングした身だけの牡蠣、身牡蠣と呼ばれる商品と殻の表面をきれいに磨き殻付きのまま出荷する殻付き牡蠣、2種類に分かれます。どちらもとっても美味しいんですよ。牡蠣養殖一筋20年の杉山さんにインタビューしました。一年中で一番美味しいのはいつ頃ですか？旬の時期といえば今この2月が一番あの身の入りがもう豊富っていうか一番最高やないかなと思うんやけどな。甘みとかいうようなものに関してはあの美味しいっていう牡蠣が相当やっぱりここではまあできるというような感じですね。まあ、食べ比べたらまあ違ういうのが愛南牡蠣のまあ特徴いうかな、そういうような感じです。はい。オレンジ、黄色、紫、色とりどりの貝殻を持つヒオウギ貝、その美しさはまるで竜宮城の乙姫様なんて。愛南町ではこの色鮮やかな貝の養殖も波が穏やかなリアス式海岸の入り江で盛んに行われているの。ヒオウギ貝はホタテ貝を一回り小さくした大きさの二枚貝、その味はホタテより甘みが強くお刺身やバター焼きで食べると最高なのよ。愛南町でのヒオウギ貝の養殖は卵の採取から出荷までこの自然の海で行われるの。愛南生まれの愛南育ち、全部天然なのよ。その養殖方法はまず山から切ってきた杉の葉をカゴに入れて海に沈めておくの。すると不思議なことにヒオウギ貝の卵は自然に杉の葉にくっつくのよ。この卵は40日ぐらいで約1ミリの赤ちゃん貝に成長し、このあと海の少し深いところに吊るされ愛南の海の栄養でどんどん成長していくの。ヒオウギ貝は綺麗な貝殻が自慢、そのため大きくなるまで何回もお化粧直しをするのよ。フジツボや海藻などの汚れを落としてはまた海へ。こうして大切に育てられたヒオウギ貝は約1年半で 7、8 センチに成長したところで出荷されるの。全国的にはまだまだメジャーではないけど、みんなも一度食べてみてね。大石さん、ヒオウギ貝を養殖してて嬉しい時はどんな時ですか？送った先で美味しいっていうふうに言われた時ですかね、やっぱ。
以上、タイレッドがお伝えした魚食育てる漁業のコーナーでした。